際に核弾頭を積めるミサイルがもうできてるっていう噂ですもんね。そうだね。北朝鮮には。北朝鮮は、あれ、一気に破壊しちゃえないのかね。なかなか。危なっかしいよね、あの人たち。そうですね。だから、うん、その今の日本の憲法だと、うん、あのできないんですよね、先制攻撃も。そうだね。できないし、うん、もし攻撃を受けても、反撃ができない状況を、まあ、縛られている状況。だから、アメリカがいなければですね、もう多分、とっくにもう日本は攻撃されてる、ね。だね、だよね。だから、うん、あの、平和憲法だとかね、9条を守ってれば戦争にならないとはいいけど、とんでもないですね。それは甘い考えだったんですね。甘いですね、本当に甘い。いやいや、泥棒が刃物を持ってうろついてるのに、そう、戸締まりしないってどういうことよ。その通りですね。そうなんです。だから憲法9条解除ね、早く改憲して、日本もちゃんとした自国でこう自分たちを守れるようにしとかないと。そうだね。もうあの他国には攻めていかないよ、日本は、うん。そういうことなんです。中国領とロシア領に攻め取ったりはしないけど、はい、でも自分たちの領地は、国土は自分で守るという姿勢は見せていかないのね。ないと、うんうん。だってアメリカもね、本当に、助けてくれるかどうかちょっとわからないですもんね、その時になってみないと、うん、アメリカは手のひら返しするかもしれない、ね、だって、うん、アメリカがもし、ね、日本をかばって攻撃したらアメリカが攻撃されることになるわけですから。そうですよね、うん、それを考えるともしかしたらアメリカはもう何もしてくれない可能性もある。ウクライナのように武器は提供するけど自分たちでやってねっていう、あ、その可能性あるよね。ありますよね、うん、でもそうなったら今度アメリカの地位が世界中で信頼されなくなるでしょう。確かにそうですね。約束してたのにっていう、うん、ただアメリカのなんか権力っていうのもなんか少しずつ、ね、うん、低迷してきますよね、うん、以前に比べると絶対的な存在じゃなくなってきて、うん、まあ、世界の警察官ではなくなりつつあるって、なりつつあるよね、うん、ですのでやっぱり日本は自国でもう自分たちで自分たちのことを守るっていうことができるような状態にしていかないと。そうなんだよ。もし潜らないとか現実化した時にとんでもない。そうだね。なんか愛があれば救われるみたいなことを言ってる人がいるけど、うん、俺はその今から60歳以上70歳以上の人にそういう人が多いんだよね。あ、そうなんですね。全共闘とかの人が何、平和ピースとかね、平和とか言ってるんだけど、うん、そんなことやっててみんな虐殺されちゃうぞっていう感じが、ね、うん、ロシア兵の虐殺ぶりなんてね、ひどいもんな。中国人ももっとやるよね。そうですよね。ウイグル人殺したみたいね。そうですよね、迫害で、うん、ですのでやっぱりね、日本これから本当に心配なんですけれども、うん、でさらにちょっと心配なことがございまして、はいはいはい、まあ、占い結果でもまあ戦争になってしまうのではないかってなってるんですけども、うん、ですね、この不思議鑑定者にはですね、おー、さくらさんっていう方がいらっしゃるんですけども、うん、さくらさん、はい、これまた桜さん、新しい人ですね、はい、でこの方はですね、うん、まあ、オカルト好き、予言好きの方は多分ご存知だと思うんですけれども、うんうん、不思議探偵社にその情報を掲載する前は、うん、ヤフー知恵袋っていうところでですね、予言をこう発信、予知を発信されてたんですね。あ、そうなんですか。ブログかなんかやってるの？ブログとかやられてないんですけれども、その、うん、そもそもそのヤフー知恵袋にはご本人ではなく、うん、そのお友達の方が、うん、ご親友の方がその聞いた話を、さくらさんが聞いた話をこう知恵袋に投稿してたんですよね。それは本人ではなくて、本人ではなくて、あ、友人がやってる、本人に許可取ってたのかどうか分からないんですけれども、うん、でその知恵袋に投稿したその予言が、うん、ですね、次々こう現実化していったんです、ことごとく。それは油断ならない、油断ない、うん、まあ、それで結構そのヤフー知恵袋予言ということで、まあ、うん、そこそこね有名になったんですよね、はい、はい、で、まあ、そのさくらさんっていう方がですね、うん、どんな未来を今見ているのかというと、うん、こちらもちょっと残念なことにですね、戦争が始まってしまうと、うんうん、しかも戦争が始まって、うん、日本がそれに巻き込まれて、うん、日本が攻撃されて大きな被害が出てしまってる、そんな未来が見えるということで、それ占い結果と同じじゃん。その通りです。さくらさんは予言するのは夢の予言か何か？だってね、この方は、ね、夢ではないんです、うん、
夢ではなくって、うん、起きているとき、覚醒しているときに、うん、突然にこの未来のビジョンが見える。ジョセリーノはね、うん、寝てる最中だったけど、はいはい、さくらさんはこう現実社会でこう生活を送っているときに突然ビジュアルが入ってくる。そうみたいですね。起きているとき、何か生活をしているときに突然見えると。なるほど、はい。でそのビジョンが見えて、ですね、うん、この、うん、その映像、そのビジョンにこう吸い込まれる感じ、うん、になると、うん、ご本人がその未来の世界にいて、うんうん、それでいろいろなものを聞いたり見たり実体験としてするらしいんですよね。まあ、自分がもうその場にいるような感じで体験するわけですね。そういうことですね。要は未来の世界に行っている。じゃあ日本に核兵器が着弾した時のですね、その、まあ、そのさくらさんなんですね、まあ、核兵器はちょっとわからないんですけれども、うん、そのさくらさんが見てるビジョンとしては、うん、その、まあ、日本が戦争に巻き込まれて、うん、その日本国土のですね、うん、7カ所に攻撃を受けるビジョンが、まあ、世界、未来の世界が見えてると、あると。それは核攻撃なの？それはね、核とはね、おっしゃってなかったんですけれども、うん、どれだけ広いかというと、うん、ですね、うん、あの数年前、何年前かな、3、4年ぐらい前に、うん、あのレバノン、海外のレバノンで、うんうん、あの化学物質かなんかが爆発して、火がついている、うんうん。それで街全体がこの爆発したあの事件って、事故があって、うん、ありましたね。ね、あれ明らかに工作品のあれはやつだろうと思うんだけど、そのあれってかなりもう街が荒廃するほどそうなんですね。はいはい、はいはい、あんな感じのその、うん、まあ、ビジョン。いや、それ相当じゃない。そう、日本の街がもう火の海になっちゃう。あ、もう火の海のところがもう跡形もなくというか、もうそんな風になビジョンが見えたんだ。が見えたと、うん、それはなんかね、上空からこう見下ろす感じで見てたらしいんですけれども、うん、でそれがそういう風になってしまうのが、まあ、日本国内で、うん、攻撃されることによってそうなってしまう、うん、それがね、現時点で、まあ、7カ所っていうのが、ね、判明してるんですね。うん、ですのでその、まあ、結構当たってる方なんですけれども、うん、まあ、最近のその予知なさってるのではですね、うん、まあ、まあ5つあるんですけれども、うん、まあ、1つ目はアメリカの議員が襲撃を受けたというニュースが NHK で報じられる、うん、それが1つ目、うん、で2つ目、日本の製薬会社が、うん、肺の難病を治療できる画期的な新薬を開発したというニュース、うん、まあこれいいですよね、うん、ですかね。あと3つ目は、女優 HK さんの訃報のニュース、うん、これちょっとあれがあるとあまりあれは言えないですけども、で4つ目が HK で誰、HK さんはです、ちょっとお名前は僕は聞いてますけども、ちょっと、うん、有名な人、ものすごい、だってドラマでも主演とかなさってる方だったので、で若いので。あ、そう、はい、これはちょっと HK さん、ちょっとね、お名前は出せない。 H は名字、逆ですね。あ、逆か、ああ、うん、あ、だから K が名字ですね。 K H が名前になるんですね。ああ、ですので、ここはちょっと、はい、あんまり広く言うと、これはまずい、まずい、名前出すのはちょっとやっぱこういう悪いものって名前はちょっと出せないんですよね。なるほどね。不思議探偵社に、まあその読者さんとかそのからね、うん、こういう予知夢見たとかいろいろ送られてくるんですけども、うん、その結構ね、有名人の訃報とかもあってお名前を出されてる方が多いんですけど、当たってるよそれ、いや当たってないんです。それはまだ現実にはなってないんですけども、うん、あ、まあ、ただそのやっぱ掲載するとあたってこれちょっときついかなっていうのは掲載できませんし、まあそうだよね、掲載するとやっぱりイニシャルになっちゃうんですよ。なるほど。だってご本人がもしの耳に入ったらちょっとこれは気分悪いやな。気分悪いですし、あれですもんね、うん、ですので一応ね HK さんになってですね、HK、はい、はい、で、あともう一つ4つ目が、商業施設に設置してあるクリスマスツリーが燃えて火災になるニュース、うん、っていうのが4つ目、うん、で5つ目、2024年の12月から2025年の3月頃まで、うん、各冬の間に明らかになるある現象、うん、っていうのはですね、これも僕は聞いてます、何が起きるかね、うん、
ただこれなんである現象で伏せてるか、不思議探偵社に載せる時も、まあ、ある現象として伏せてたんですけども、うんうん、ちょっともしこれが本当に現実かなったら、うん、とんでもないことになりますので、なんかもう毒性がもっと強くなったコロナとか、いや そうではないですね。あ、違うんですか、うん、そうではないです。ある現象が起こる、ある現象、うんうん、でその念のため、うん、不思議探偵社の存続が危うくなるかもしれないので伏せさせていただいてるんですけど、なるほど、はい、分かった。まあ、その5つの今の予言が、うん、昨年のまあ10月にですね、うん、まあ、掲載したんですけれども、うん、もうすでにこのうちの2つが現実化してるんですよね、うん、で1つ目が先ほど言った、アメリカの議員が襲撃を受けたというニュース、うん、これがですねもうすでに現実化してます。なるほど。ニュースでこれを本当に NHK で報じられたんですけども、あのアメリカのペロシ議員が、うん、あの下院議長がですね、はい、がですね、まあ、たまたまその襲撃を受けた時はご自宅にいなかったので助かったんですけれども、うん、男がそのペロシ議員の自宅に侵入して、うん、ペロシ議員 その旦那さんをですね襲撃して怪我をさせた。これ結構大きなニュースになってたんでね、皆さんご存知かもしれないんですけども、うん、これがまあ一つ現実かなったと、うん、でですね次がですね、そのクリスマスツリーが燃えてその火災になるニュース、うん、これもあの昨年にあの日本ではなかったんですけれども、うん、海外 その商業施設で大きなクリスマスツリーが燃えて、おあこれフジテレビかなんかのニュースになってたんですけれども、じゃあこれ残り3つも的中するのではないかと。そういう、まあ一つはその先ほど の, あの肺の難病がね治療できる画期的な新薬が日本の企業がね、うん、製薬会社、これはぜひそうなってもらいたい。そうですね、これはポジティブな、ね、いい話ですから、うん、ですのでネガティブなその、まあ、女優さんの話とか、うん、まあちょっとある現象ですね、これはちょっと、うん、ならないでほしいなと。うん、ですのでその桜さんが、うん、見ているその戦争の世界、戦争が起きてしまって日本が被害を受けている、うん、見てるということは、うん、先ほどの占いにも先生術にもありましたけども、うん、やっぱりこれリンクしてて現実化する方向に行ってしまう、今年かどうかわからないですけどもね、うん、来年かもしれないし、だから戦争についてかなりこう心配だなと、ね、そうだね、戦争に関しては大事にならないように、うん、うちの契約 あの超能力者の全部に指示出しますよ30人ぐらいで30人いるんですか。ええ、でメール送って一斉攻撃するんですよ例えば誰それがテロを行う情報が入ってきたら、はい、そいつに向かって30人が同時攻撃、攻撃っていうのはなんか念を サイキック、あサイキックで、うん、中心にさせる、実行できないようにしてしまう、例えばタイマーが壊れるとかシステムが壊れるとか、はいはい、いうのを送ると、はい、結構ねなんかトラブルがあって、要はそのとにならない、防げるってことですか。未然に多少事件はあるけど、はい、多少で終わるんだよ。それしかないかな。すごいですね、もうサイキックがサイキックウォーズサイキックアタックっていうのは得意としてるんで、まあ、年に何回も何回も使える手じゃないけど、はい、30人いらっしゃるんですか。30人ぐらいいますよ実はですね、うん、不思議探偵社にも、うん、似たような方がいらっしゃるんです。あ、そうですか。ですね、まあサイキックってわけではないんですが、はい、投資能力とかお使える方がいらっしゃって、シューダさんというのお名前なんですけれども、ええー、この方もですね、まあ5年ほど前から不思議探偵社にこう投稿していただいているんですけれども、うん、地震、噴火、事件、事故、株価の大暴落、うん、金相場、あと気象現象のいろいろなことをですね、うん、投資でこういうことが起きるんじゃないかって予知して、実際にそれが的中してるんですね。うん、なるほど、うん、その方がですね、うん、まあ、予知している。これから起こるのではないかと言っているのが、うん、秋から冬の季節に、うん、非常事態がこの日本国内に発生する、うん、非常事態、非常事態、具体的にどういう光景を投資で見たかっていうと、うん、人
人々がこうパニックになっている姿。パニック、はい、うん、で銀行に人々が押し寄せて混乱している姿。お、銀行ですね。お、はい、であとはガソリンスタンドに車が長蛇の列を作っている光景。うん、うん、なるほど。あともう一つ、はい、東京タワーが傾いている、かっこ30度ぐらいと、東京タワーがこう30度ぐらい傾いているビジョンを通して見てるんですね。お、であとはですね、某テーマパークのシンボルであるお城の塔が崩れているビジョン。おで高速道路が阪神淡路大震災、まあ、昨日で28年経ちましたけども、うん、あのような高速道路があの倒れてしまいましたよね。あのような感じになっているビジョンを見ている、うん、非常事態ですので、それは非常事態になるのではないかというふうに、うん、まあ、投資をしているので、金融破綻かなんかあるのかな、そうでもなさそうなんですよね、うん、多分これはその東京タワーとかですね、うん、そういう、まあ、テーマパークの後ろの塔が崩れたりしているから地震、うん、高速道路も倒れますから、あ、地震か、地震が起きて、うん、要は東日本大震災のように地震が起きて、うん、まあ、例えば首都直下かもしれないですけども、うん、が起きて、うん、このようになってしまうのではないかと、非常事態になるのではないかと、うん、いうふうに、まあ、投資をなさっています。あ、最近の投資で当たったのか、まあ、当たったか、まあ、どんぶしゃだったかどうかわからないんですけども、最新の投資だと昨年の12月27日から1月4日の間に、うん、大勢の人が巻き込まれる災害が起きやすいというふうに、まあ、投資をなさってるんですけど、うん、これも結構ニュースになってたのでご存知かもしれないんですけど、うん、12月31日に大晦日の日に、うんうん、山形県 の鶴岡市で大きな崖崩れが起きて、うん、住宅11棟がこう巻き込まれて倒壊したのが起きてるんですよね。はい、起きました。で、ですので、その、まあ、その周田さんが投資した期間にそれが起きているので、うん、まあ、これだったのかなと。うん、なるほどね。そうなんですよね。で、その周田さんもかなりすごい方で、なるほど、だから全部まとめると本当なんかちょっと日本これから2023年、うん、大丈夫なのかな、ね、三流国家へ転落する可能性があるね。もう徐々に二流になってるのかもしれないですけど、そうだ ね、 もうもはや韓国にも負けてるって話があるから、そういう話もありますね。うん、悔しいけどね、はい、うん、ですのでここでもし戦争なんか起きちゃったら本当にもう大変、うん、国難になるんです。そうですね、はい、いやいや今年はじゃあ目が離せないということですね。離せないというか、もうね、その備えておかなきゃいけない、心構えをしておかなきゃいけない、うん、年になってしまうのかなっていう、そんな感じがね、覚悟はしておかないといけないのかなと。大難を小難にするために、うん、ちょっとアベンジャーズが動きますよ。そうですね、お願い、うん、ぜひお願いいたします。もう未来の歴史の流れを変えるのが得意なやつがいるんですよ、うん、近道っていう、ああ歴史を変えることを言ってて、はい、あの全部地震を防いでるんですよって本人は言ってますけどね、うん、まあ、それって結局あれですよね、証明ができないんですよね。そう、そうなんですよね、結局ね、うん、そう、未来に行けるわけじゃないから。そうなんですよね、まあ、当然地震で壊滅してる日本の、日本もどっかパラレルワールドのどっかにはあるでしょう。あ、ね、そうですね、平行世界のどこかではありますよね、うん、で今ちょっと地震の話が出たんでちょっと一つね、うん、あの藤井探偵社でその地震の情報、地震の位置とかをね、はい、結構力入れて、はい、まあ、発信してるんですけども、はい、ちょっと最近気になる地震が起きていて、はい、どこですか、北海道、いや違うんですよ、あの中央構造線って聞いたことあります、ね、はい、あります、日本最長の神社とか霊郭仏閣が多 い、ね、多いとこね、そうパワースポットも、うんうん、あの九州の東部から四国を通って、うん、近畿東海関東までこう伸びている、うん、世界最、うん、あ、じゃあ日本最長の断層帯なんですけれども、入学ね、そこでですね、うん、去年のね、いつ頃かな、10月ぐらいから、うん、特に今四国とかもそうなんですけども、うん、その周辺の、まあ、大きくはないんですけども、ちっちゃい地震がね、相次いで結構発生してるんですよ。あ、そうですか。はい、ですので、その、うん、今までにない
状況になってるので、もしかなり危ないね。そう、あの中央構造線がもし動くと、うん、マグニチュード8以上の巨大地震になる可能性がある。南海トラフもみんなやられちゃうよね。そう、うん、ですので、あの、まあ、地震についてはね、なんか、先日もニュースになってたけど、あの首都直下とか南海トラフの発生確率ってのが結構高いんですよね。あれは連動して動いた日本なんてもう人だまりもない。人だまりもない、うん、ですので、そのやっぱり日頃の備え、地震の備えと、うん、まあ日々の暮らしの中で必ずその防災意識、地震に対する、うん、災害に対する防災意識を持って、うん、まあ、暮らしていただければいいなという感じで、不思議探偵社ではこう力を入れてるんですね。そうですね、食料で、食料とか水の保存を1ヶ月分だけやっていくだけでもだいぶ違うからね、うん、全然違いますね、うん、あの熊本地震ってありましたよね。 あったね。あの時熊本ってもともと地震がすごい少ないところで、それゆえに熊本の方々ってそのあまり備えを、ね、なさってなかったんです。あ、なるほどね。だから、うん、水、特に水はね重要なので、あ、水のね備蓄が必ずもう1ヶ月分ぐらい、うん、できれば1ヶ月分ぐらい皆さんやってもらいたいなと思って。うちの事務所は地下水なんですよ。あ、地下水なんですか。井戸水。井戸水なんですか。井戸水が出るところが一箇所あるんですよ。へ、お風呂は全部井戸水なんだ。あ、そうなんですね、うん、そうしないといざという時に怖いもんね。そうですね、便所は流れないと。飲むこともできるんですか。飲むこともできます。あ、そうなんですね、うん、まあ地下、そうですね、地下水、そうですね、それなら、まあ、大丈夫だと思うんですけども、まあ一般の家庭の方はね、その水を、うん、水だけじゃなく他の食料もそうですけども、うん、まあ、備えておいてほしいなと。そうだね、はい、はい、あと最後自分のサイドの宣伝をお願いします。そうですね、宣伝、まあ、特にまあないんですけど、まあ、不思議探偵社で、まあ、皆さんのその不思議な体験談とかですね、うん、まあ、予知夢みたいなものを見たとか、うん、まあ、そういうのがあればぜひ不思議探偵社の方にご投稿いただければなと思います。なるほど、はい、そうですね、皆さんぜひあのネットを検索して不思議探偵社をアクセスしてください。お願いします。ね、結構予言の情報とか載ってますんで。はい。はい、え、今日は本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、あの URL 決まりましたら、うん、多分明日か明後日ぐらいで配信すると思う。はい。2カ所ぐらい、2回に分けて配信するから。あ、わかりました。前半後半みたいな感じです。こんな感じで、はい、また告知をよろしくお願いします。わかりました。お願いします。あ、その、はい、ですね、それよりももっと後に、ね、あの公開するのは、いや公開するのは、あ、そう、もうでも3日後ぐらいだよ。2日後か3日後。そんな早いんですか。早いですよ。編集なさってっていう感じ。もうすぐ撮って出しが多いから。あ、そうなんですね、素晴らしいですね、うん、だって今日今撮ってるのは3日後ぐらいの撮ってるからね、うん、あ、そうなんですね、うん、だから今微調整があるけど、はい、すぐ多分出すことになると思います。はい、わかりました。どうも今日はありがとうございます。ありがとうございました。